Master Sora. Stand and fight me! ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待ってて、いや誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？菅笠衆から盗んだ。酒井様、猛虎の気をそらせます？逃げるつもりか？そんな策ですよ。信じ、当てにはならんな。そやつと逃げろ。댄드완바락부이와이야스르빛님힘은잘댄드완바락부이와이어스베리for Lanny's sake!
ケンジ、夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願いいたして。交渉ですから。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。あ、助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。様、ノリオ、そうを説き伏せたのか。納得したものの、恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。てめえ、なんでだ。
壁に層が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えるぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。来る。川から離れろ。寺を離れた。寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者ついてまいれ。
だけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする。杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか。無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。こちらへ来てください。巴の修練場は近くのはず。ああ、クロードだ。殺さないでくれ。何事だ。何の話だ。旅の秋人を襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえねえ。あれはあんたの声だった。声だと。いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追いはぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。そら、いざ勝負。
うまくいくちゃはるさ。動くな。これはなんて家宝物だ。もう安全だ。これをお受け取りください。死ぬかと思いました。争う声が。酒井先生。どうした。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだがこやつしか助けられなかった。襲われた場所はこの近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱る後離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。阿久殿の悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。我らの目的は修練場の破壊。なれど民を犠牲にはできませぬ。その言葉の真意がわからん。阿久殿は救ったではないか。民をおとりにするために後をつけたのでは。だったら何だ。それでは犠牲を増やすのみ。巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切る。次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやる。いや荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。父の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど。考えたの。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで騎士の民を死なせてたまるか。来い。
急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。待たせてしまったな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ賭けだ。前の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と。この女とだ。蒙古と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。この骸が巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴の虫なだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか。クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。
せ。
は考えられない。よし、百姓ならばあるよ。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純心、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。で、橋の方へ武装した者と一緒に。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど詮索はしてくれるな。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。
盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名はマイ、我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな、穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。来たぞ、マイだ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。でも売ってやるから今少し待っておくれ。もう遅い、主がじきじきに売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる、だから任せて。金などないくせに。節がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい、宝の在りかに行くぞ。マイと話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ、マイが傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。私が。近くはないね。間が持たないだろうから。小話でも、今は昔茶屋で働く女がおりました。その人生は暗く彩りもなし。ところがある日、気づかれるぞ。マイと話をしたい。お待ちしましょう。
あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。わかってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことを知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだ。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。すでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありません。私にとって夫がすべてなれど、舞のことも等しく。わかっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。豊玉でやらねばならぬことがある。お主にも来てほしい。
酒井様。これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする。杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか。無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。そんな兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。知らを切るつもりか。知らんものは知らんのだ。お侍、あなたからも言ってやってくれ。何をか申してみよう。失礼を。私は三郎、海海では名の通った秋人でして。名があるから何だというのだ。なぜ皆を脅していた。身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を。皆で島を出るためここで落ち合い、壱岐へ渡る手はずでした。海へ出る。猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚をはたいた。気に食わん連中ですが、すでに多くの者に手を貸したそうです。息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。
おのおのこちらへ。聞きたいことがある。